空からの臨場感あふれる映像を気軽に楽しめるドローン。今やホビー用から産業用、軍事用などさまざまな場所で活用されています。戦場では特に兵士を危険にさらさなくても偵察などができるコスパの良い装備として重宝されていて、近年ではドローンや大型の無人機を活用した戦いが戦局に大きく影響を及ぼすことも分かり、今世界中の軍隊で急速に配備が進んでいます。では日本の自衛隊ではどうなっているのでしょうか。今回は陸海空それぞれの自衛隊がどんなドローンを持っているのか、ドローンの日本独特の問題点も含め詳しく見ていきます。自衛隊でも陸海空それぞれ求められる任務が違うので、当然扱うドローンもそれぞれで違います。まずは海洋国ならではのドローンを持つ海上自衛隊から見ていきましょう。海上自衛隊ではドローンという言葉が広まるはるか以前、1950年代から無人機という名称で装備しており、無人標的機や対戦無人ヘリ、無人掃海具など自衛隊の中では最も長く様々な無人機を運用してきました。そして2023年、そのラインナップに新たな無人機が加わります。それが MQ-9B シーガーディアンです。これは日本領海に接近する多国艦船や不審船などの海洋監視を目的とした海上自衛隊初の大型無人偵察機です。性能としては特殊な光学機器によって雲より上の約6000メートル上空から雲を透過して海上を監視追跡できる能力を持っています。また空気抵抗が少ない高高度最大1万2000メートル上空でも飛行できるので、燃料消費を抑えることができ、偵察機として重要な長時間対空能力も備わっています。また従来のような人間が操縦する航空機の場合、パイロットの疲労を考慮し原則1日8時間以上の飛行は制限していましたが、無人機は地上基地で操縦するオペレーターが交代できるので、シーガーディアンでは昼夜雨天問わず24時間以上の連続監視が可能になっています。速力も最大約390キロも出せるので、24時間あれば日本の排他的経済水域の外縁約8000キロを一周することも可能です。もともとこの機体は米軍などで採用されている無人攻撃機 MQ-9 リーパーが元になっており、 MQ-9 リーパーから武装を外し、その分高性能カメラなどを搭載して洋上監視に特化させたモデルです。そのため200キロ以内にある数千の目標を同時に捕捉追尾できる機能など、AI 処理による高性能な能力がふんだんに搭載されており、米軍関係者曰く元になった MQ-9 リーパーが偏差値40なら、シーガーディアンは偏差値70はあると評価するほど優秀な機体になっています。防衛省では2023年度中に1機の試験運用を決めており、開発製造している米国メーカーでは海上自衛隊が2023年4月から試験運用を始めることも明かしています。また配備基地は住宅地との距離や通年を通した天候状況を考慮し、青森県の八戸基地になることもすでに決まっています。実はこの八戸基地にはすでにシーガーディアンが1機配備されています。これはもちろん海上自衛隊のではなく、かといって米軍でもありません。なんと海上保安庁のシーガーディアンです。海上保安庁では海難事故の対応能力向上や尖閣諸島など広域海洋監視が急増している背景もあり、2020年10月からメーカーとの3年リース契約で試験運用をしていました。実際に運用した海上保安官からは、富士山の頂上から地上の車がわかるほどという声や、旋回中や機体が揺れてもブレずに撮影できると評価は高く、運用データは全て海上自衛隊にも共有されています。こういった評価を通して海上保安庁では試験運用から約1ヶ月という速さで正式採用も決まり、2023年にさらに2機を導入して3機交代で24時間365日の海洋監視体制を構築する考えです。また海上自衛隊への情報共有も継続するとしています。ちなみに海上保安庁の機体には導入されていませんが、メーカーでは海軍向けオプションの一つとして潜水艦探索用のソノブイ投下能力とその管制システムを提案しています。海上自衛隊ではまだ発表されていませんが、
このオプションが採用されれば、潜水艦の捜索を担う P-1 哨戒機や哨戒ヘリの負担を大幅に減らすことができます。また有人航空機の倍以上の監視飛行が可能になるので、人件費、整備コスト、監視能力向上などあらゆる面でメリットが生まれます。防衛省の発表でも、将来的に P-1 哨戒機を減らし無人機を増やすことで省人力化を進めたい方針なので、こういったオプションがつく可能性は十分考えられます。他にも海上自衛隊では、最上型護衛艦に搭載できる自立式水上無人艇、通称 USV の試験運用も始まりました。これは無人機雷排除システムという新しい機雷処分方法の中核を担う、遠隔操作もできる小型無人艇です。無人機雷排除システムというのは、機雷を処理する掃海艇や護衛艦の代わりに無人艇を機雷海域へ向かわせ、機雷の探知から処分まで全て無人で完結させようというものです。近年の機雷技術の向上により、埋没機雷や沈底機雷など、いわゆるステルス機雷と呼ばれるものは、現在の装備では発見が不可能なものも多くなり、機雷海域に艦艇が侵入して捜索するという従来のやり方にも危険性が高くなりました。そこで考案されたのが無人機雷排除システムで、これにより人命を危険にさらすことなく対処ができ、無人機特有の長時間の機雷捜索も可能になります。特にこの無人水中高層帯 UUV は、三菱とフランス企業タレス社との共同開発による新型の UUV を想定しており、これは世界で初めて2つの高性能ソナーを同時使用できる UUV で、これにより現用装備では対処不可能だった埋没機雷と沈底機雷の同時捜索を実現しています。 AI による自律式の機雷捜索も可能で、さらに高性能ソナーで得た海中の状況は鮮明に可視化できるようになっています。三菱や防衛装備庁の担当者曰く、海底の岩の細かい凹凸や潜水艦の形状まできれいにモニターに再現できるとのことで、機雷捜索以外にも潜水艦などの海中索敵能力も期待されています。どこまで鮮明に映るのか、純粋な映像は非公開ですが、例えば欧米の民間企業が開発した UUV では、ソナー情報だけで沈没船の鮮明なディテールを可視化するものもすでに存在しているので、新型 UUV でも同程度かそれ以上の性能であっても不思議ではありません。このように無人装備を駆使して隊員を極力危険にさらさない配慮というのは、近年では世界の軍事トレンドになりつつあります。日本の場合は特に中国艦艇の対応で海上自衛隊の監視任務が増加する一方、艦艇不足や人手不足で省人化を進めなくてはならない現実もあり、海上自衛隊では省人化や無人化を意識した装備が今後も増えていくものと思われます。次は航空自衛隊や陸上自衛隊の無人機などをお話ししたいところですが、作成していたらとても長くなってしまったので、それぞれで分けることにしました。動画の更新情報やちょっとした軍事的情報は Twitter で発信しています。概要欄にリンクがありますので、気になる方はぜひフォローをお願いします。ではまた次回お会いしましょう。